鹿児島県立鶴丸高等学校は、鹿児島県鹿児島市役史二丁目にある県立、高等学校。校名は、島津市の居城鹿児島城の愛称、鶴丸に由来。本館、生徒館見学の理念に基づいて1966年に制定され、ミニマムエッセンシャルズとも称される。同校生徒としての自覚に基づいた、日常生活及び学習活動の基盤として、 継承されており、天野帝優の言葉をリード文とする。上述の幸風を表す言葉、フォ u r o t もこの中に記されている。鶴丸の名は、薩摩藩首都津市の居城であった、鹿児島城の別名鶴丸城に由来する。名称候補として、第一、中央、東、朝日鹿児島、増士などがあったが、封建思想を打破すること。 県下高等学校の中心を辞任するような名称を避けること、1948年設立の申請、鹿児島県鹿児島高等学校の本当を継承したとの誤解を与えないように配慮することとした、県政当局及び新中軍の方針並びに他校との連絡協議会における協定により、PTA 関係者から寄せられた鶴丸に決定した、 当時新中軍は、鶴丸が、封建領主時代における城の別名であったことに、気づかず、鶴が飛んでくるとは平和的でよろしいとして認可した。なお、同校か、ハロバロと、は、別題、生運がついている。1971年から毎年、鹿児島県立高南高等学校と、スポーツ交換会を実施している。 男子エリー賞創立100周年記念庭園文化館、旧鹿児島県立神城中学校門国土の歴史的景観に寄与している者本校については、以下を参照。文化系17、体育系21の部がある。野球の名付け親である、中馬校が赴任した1899年に、創部された。ただし、中馬が野球部創設に関与したという資料はない。 1925年、選抜中等学校野球大会、第2回大会に春夏通じて、鹿児島県勢として、初の甲子園出場。全国高等学校サッカー選手権大会に、経営3回出場。1951年、広島国体出場。1946年、京都国体に出場、準優勝。1956年、 兵庫国体出場。1956年、兵庫国体出場。1983年より、全国高等学校国ら100人一種カルタ選手権、大会に、県代表として、連続出場を続けている。1984年に3位、1996年に4位、入賞。2005年に9年ぶりのベスト8、2012年には、 準優勝を果たした。2009年よりインターハイに県代表として連続出場を続けている。ありがとうございます。